はい、えー、おはようございます。コムガレージの原田と言います。弊社はですね、このような動画を使ったですね、水曜対策というのを取り入れてます。これはですね、自社の事例で言いますと、例えばですね、このような形の、えー、ほんとスマホ動画で結構ので、短い動画をですね、最適なタイトルをつけてあげると、どのようなことが起きるかというのを、えー、実証します。えー、今日ですね、SEO 対策、費用対効果、大阪というふうなですね、キーワードでですね検索したら、えー、僕がですね、 これは3月の31日にアップしたですね動画というのが Google で検索したときに1位になります。えー、使用対策費用対効果大阪というふうに検索してみてください。こういうようなことが、えー、どのようなですね会社でもあの起こりえますので、ぜひこういう反則を活かしていきましょう。